南は裏を狙います。平田は流れ加藤渡りの守備です。前裏を狙った中野につけます。さらに裏狙いハスキッチ、ここで出てきました。レイレが寄せます。中のスペース埋めました。カイオセザール左につけます。小野縦につか、つないで小島だ。これで2対0です。さあ狭い局面から縦方向にボールが入って、ハスキッチが少し時間作って、まあ、いいとこ見てましたね、はい、だ小野に収まってから背中回った川面、少し引っ張られて内側から最後は小島、まあ、2列目3列目からボックスの中に出てきて、はい、で最終的にはシュートまでと、だ素晴らしいゴールじゃないですかね、まあ、キーパーの動きもしっかり見てましたし、だチームとして